DA-05DA-08DA DA DA シリーズはオランダのシグナール社が開発した二次元レーダーのシリーズ中短距離での対空捜索、目標捕捉を目的とした S バンドレーダーであり同社がやや先行して開発していた L バンドのリンウッドシリーズと同様の設計を採用しているオランダ海軍では1950年代 1960年代の駆逐艦フリゲートにおいてリンウッドシリーズを保管する形で搭載されていたが射撃式レーダーに目標捕捉レーダーを統合した WM-20 シリーズの実用化に伴って目標捕捉機能をこちらに移乗して対空捜索機能はリンウッドシリーズに一本化される形で搭載されないようになっていった。 最初の機種である DA-01 はシグナール社内では SGR-105 と称されており1954年に実用化された。また、これをもとに出力を 500kW に強化した大型艦向けのモデルとして DA-02 アンテナを 544kg に軽量化した簡易版として DA-04 も開発された。 なお DA-03 は発表されていない。第2世代の端緒となる DA-05 はリンウッド -04 と似た楕円形アンテナを採用しており、また同様にデジタル式の移動目標表示技術も導入されている。同期を元にした下半式地上版として DA-05M がまたその他の地上版として DA-06 DA-07 も開発されている。1980年代末に登場した最終発達型の DA-08 は、リンウッド -08 の S バンド版というべきものとなっており、また改良版においては MTI に高速フ利ーリ変換技術を導入している。アルゼンチン海軍、インド海軍、インドネシア海軍、オランダ海軍、カナダ海軍、大韓民国海軍。 ギリシャ海軍、スペイン海軍、タイ海軍、中華民国海軍、ドイツ海軍、トルコ海軍、パキスタン海軍、バングラデシュ海軍、フィンランド海軍、ペルー海軍、ベルギー海軍、ポルトガル海軍、マレーシア海軍。ありがとうございます。